ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロの弟の音です。さあ今回は私から音に対するドッキリ企画ということで、これからいつも通り撮影を進めていくんですけれども、これからいつも通り撮影を進めていくんですが、その撮影中に姉からお姉ちゃんの弟でよかったというワードを引き出せるか、転職したいっていうワードを引き出せるかっていうチャレンジをしたいと思います。いやこれは余裕でしょ、絶対引き出してみせる、もう確実に。このワードをねちょっと引き出せるかどうかわかんないんですけど、まあでもなんとかしてね頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回は10年後の目標について話そうというトーク企画です。音は10年後こういう風になりたいとか理想はありますか？理想ね、健康ではいたいかなって感じ。いやもうざっくりとしすぎ。いやだって10年後って結構先だよ。なんかお姉ちゃんのロート製薬に就職したいとかそういうの。え、いや大丈夫っす。いやなんでなんでなんで、お姉ちゃんがいるからいいことあるよ、ロート入ったら。いや逆にじゃあ姉ちゃんはどうなの10年後。え、10年後はまあね、まだいるの？お、いるいるいる、ロートの会長になってて、もうブイブイ言わせてるから。ブイブイ言わせてる、社内のブイブイ言わせてるから。大丈夫かね。いや大丈夫大丈夫、だからそこに音が入ったらスムーズにことが進むんじゃない？なんでそんな俺を入れたいの？いいじゃん。嫌じゃない？そうなの？兄弟で一緒の会社って嫌じゃない？嫌じゃない。え、嫌なの？いやブラコンって羨ましいスコンだろ。そういうことじゃないんですか？さっきから何言ってんの？何言って、10年後のあなたの願望を聞いてるんだよ私は。なんでそんな熱くなってんのよ。熱くなるよ、弟の将来の話だよ。いやいいじゃん別に。いやいやいや、自分のこと考えないよ。だからいやもう自分のことはいいんだよ。いやでもさ、こうしてさね、 YouTuber できてるじゃん一緒に。いやそれって誰のおかげよ、うん、それはロート製薬さんのおかげじゃないの？え、ロート製薬さんに勤めてるお姉ちゃんがいるからでしょ？まあそうとも言うかもしれない。お姉ちゃんがいるからデオコとかデオとか、うん、ウロートプレミアムとか使われてるわけです。何か言う一言ないんですか？ありがとうございます。いや、うん、まあそうですな。いや、おう、いやまあそうなんだけど違うじゃん。なんだって？どうしよう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 、何を？まあ10年後の話でしょ。じゃあ姉ちゃんの10年後の話をもっとしようよ。あ、お姉ちゃんの10年後の話はロートの会長になって目標として目標経営しているっていう、もう未来が見えてますから。いや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 、それ以上それ以下もないんです。姉ちゃんはねきっと満足できなくなるよ現状に。でも YouTuber のもするよ。いやだから、おー十分、何を求める必要がある？いやだからなんかいろいろね、こうロート製薬さんもねとてもいい会社です。ただでもやっぱその中でしかできないこともあるけど、その中にいるからこそできないこともあるわけじゃん、うん、そういうことをやりたくなった時どうする？じゃあもうあの別名でやります。別名でやる、仮面つけて、ね、それ音も連れてくの？俺も連れてくの？謎の美少女 N とかで。いや絶対バレるよそれで。じゃあチャンネル立ててもう全くの別物としてもろうと関係なしにやったらいいじゃんね。あ、もうそうしようじゃん。オッケー決まった。今度さマジでホラーゲーム一緒にやって。やりたいやりたい。それだけはマジで言わせてもらおう。ここで今言うことなのそれ？今言うことだって10年後の話でしょ。その話はもう終わりだよ、もう次行こう。なんで？その話は終わった。終わって？高校どうよ？高校楽しいです、うん、ロート製薬の製品使ってくださってるみんな。なんだって？ロート製薬の製品クラスメイト使ってくださってる？それは知らないよ、使ってくれてる人もいるんじゃない？いやそこはさ、お姉ちゃんがそうロート製薬の社員だからっていうのでなんか広めてってよ。あなたもちゃんとロート製薬の社員として。社員じゃないしの妹。妹？弟としてちゃんと仕事してよ。ちょっと様子おかしい。ちょっと一回落ち着こうよ。落ち着いてるよ、うん、一回落ち着こう。落ち着いてるよ、はい、落ち着いてるよ。なんかさもうほんと今日おかしいよ、うん、おかしくないよ。なんで？なんかやってるでしょ。何もやってないよ。いや絶対嘘だ。何もやってないよ。なんかやってるでしょ。じゃあなんかやってると思うなら何やってるか当ててみなさいよ。なんか俺に対する質問とかを考えると俺になんか言わせようとしてんだよ。なんか似たような質問いっぱいされてるもん俺。でもそれを何か当てなければもうこれは終わらない一生この話。いやいや終わった方がいいよこの話は。終わらないから。もうバレたってことでいいんだよね。なんかしようとしてることをバレたってことでいいよね。まあまあまあそれはいいよ、バレたって思ったらいいよ、はい、何を言わせようとしてるかを当てて。何を言わせようとしてる、うん、でもまあロート製薬となんか YouTube 絡みな感じがするんだよな。もう全然違うわ。チャンネルがどうこうとか言ってるしな。もう全然違うわ。全然違うの、うん、全然違うんだとしたら多分姉ちゃんの誘導間違ってんじゃない？世の中のいい製品を知っていられるのは私のおかげである。な？うん、うん。でも
私の弟じゃなければそんなことは知らなかったでしょ。まあそれはどうかわかんないけど。知れて知れてどうしたよ。知れてよかったね。誰のおかげよ。おー、いつも応援してくださってる皆さんのおかげ。もうダメですこの、もうダメですこの企画は。姉ちゃんさ、ちょっと待って、じゃあ最後にさ。もうダメでした。もう下手くそです、私もう知ってました。姉ちゃん最後にこれちょっと読んで。何？どういうこと？どういうこと？転職したい。よし。あれ？これ私が仕掛けたドッキリじゃないの？これさ、姉ちゃん何？どういうこと？今回のトーク企画はまあ嘘で、本当はね、はい、お姉ちゃんの弟でよかったっていうワードを音から引き出すっていう企画だったんですけれども。なるほど。ってことはこれはお互いに何か言わせようとしてたっていうドッキリが被ったってことだよね。まあそうだよ。ってことはやられたね。やられた、サトシーさんに。サトシーさんに。え、もうやられたんだけど。いや、サトチーさんから、うん、まあ、音にお姉ちゃんがお姉ちゃんでよかったって、あれ違う、お姉ちゃんがお姉ちゃんで違うでしょ。お姉ちゃんの弟でよかったって言わせるドッキリ企画やったらって。あ、いいじゃないですか、それやりましょう。俺の方は姉ちゃんに転職したいっていうワードを言わせるっていう、そのワードを引き出すっていう企画だったんだよね。そんなワード引き出そうとする。やられましたね。やられたわ、マジで。え、悔しい。しかもなんかローマ字で転職したいって書いてきたんだよ、紙に。もうダメでした。いや、マジで読んじゃったし、しかもこれは言わせたもん勝ちですから。びっくりした。え、嘘だ、読むんじゃなかった。ちょっとスカッとしたわ。いや、もやっとするわ。なんだこれ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせればと思った人はこちら、Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。